メルコホールディングス松尾でございます。本日はよろしくお願いいたします。また、ゴールデンウィーク直前、またお足元の悪い中に、私どもの説明会にご来場賜りましてありがとうございます。では早速2016年3月期、私どもの決算についてご報告をさせていただきます。今日の内容ですけれども、この終わった期の概要、またこの1年間どんなことに取り組んだか、またこの4月からの1年間、業績をどういうふうに見ているか、でメルコグループのご紹介、ここは割と流すことになると思います。で、中長期的な経営戦略ということで、これまでこの数年間の決算説明会の中で、こういったところについて触れることはあまりなかったんですが、実は私ども今決算におきまして、決算短信の内容も含めて、コンセプトを若干変えているというところがございますので、その辺を含めてご報告をさせていただきたいと思います。まず数字の概要に入る前に、私ども昨年の5月1日に40周年を迎えました。昨年ゴールデンウィーク明け途中だったんですけれども、メルコグループのほぼ連結ベースも含めた全社員が名古屋に集結しまして、うちわではございますけれども、記念式典を開催させていただきました。でまた昨年秋から今年にかけて、これ30周年の時も出したんですけども、私どもの記念モデルということで、私どものモチーフカラーであります、レッドバージョンの製品を数点出場いたしております。では16年3月期の決算のポイントでございます。まず構造改革の最終年度としていろんな施策を実施いたしました。その結果といいますか、その影響もありまして、残念ながら売上面においては800億ギリギリということで減収でございます。大きな影響はいろいろあるんですけれども、まず意図的なものを含めて、メンションいたしますと、これは明らかな状況だとは思うんですけれども、スマートフォンの、関連部分というのが、非常にシュリンクを始めましたと。でまた、この数年間、取り組んでおります、私どもの海外事業における不採算の部門、ここを徹底的に、改革を進めたということが影響しております。で一方で高付加価値製品の投入と、また引き続いた販管費の削減というものが功を奏しまして、全体としましては増益になっております。後ほど若干触れますけれども、利益面につきましては一応3期連続の増益ということを実現をしております。でまたこれも数年来の取り組みとしまして、サービス事業、これは数年前に私ども事業カテゴリー、セグメントとして周辺機器、サービス、金融というふうに3本立てにしておりますけれども、その一つであるサービス事業、これが拡大をしてまいりましたというこの3点でございます。具体的な数字に関しましては、今述べました通り、売上にして800億、前期に比べまして25億円の減収、営業利益44億円、経常利益53億円、当期純利益37億円、これにつきましては、営業利益、経常利益、当期純利益とも3期連続の増益という形になっております。部門別でございますが、先ほど申しました通り、周辺機器、サービス、金融、この3つのセグメントにおきまして、周辺機器につきましては、前期比28億円の減収となっております。サービス事業につきましては、ほぼ横横なんですけれども、これまでアパートファイファイ等の事業が立ち上がる前の主軸でありました、いわゆる駆けつけ設定、このビジネスがシュリンクしてまいりまして、その影響もありまして、サービス事業若干の減収になっております。金融につきましては、大きく化けることはないというふうに再三申し上げておりますけれども、一応成長はいたしましたけれども、絶対値としてはそんなに大きなものではございません。で部門別の損益ということになりますが、ここはですね、周辺機器につきましては昨年に前期に比べまして増益となっております。また他のセグメントにおいても金額の絶対額はともかくとしまして一応増益基調ということになっています。特に周辺機器に関しましては、先ほど見ていただきました通り、売上は減っていますと、利益は上がっていますという形になっておりますので、ここはここのコメントにございます通りで、低収益製品についてはブレーキを踏みました。で、高付加価値の製品に注力をして、私どもの周辺機器の売上ポートフォリオが好転したということになろうかと思います。
では、前期の売上から26億円減った内容はどうであるかということですけれども、まずマイナスの赤の側面からいきますと、先ほど触れました通り、サプライの事業、これについては意図的な圧縮が含めて16億円の減収、ナスはこれは海外の売上が減ったことに影響しておりますけれども15億円減収と、まあ、その他減収部分がありますけれども、それらをネットワークの増収と金融等の増収で賄いまして800億の売上を構築しております。特にネットワークは前々期までちょっと苦しい時期を迎えておりましたんですけれども、この前期、またこれは当期も含めてですけれども、新しい製品の投入、また中継機の拡販ということを含めて増収を続けております。地域別につきましては、残念ながら北米、欧州、アジア、オセアニアを含めた海外につきましては大幅に減収をいたしております。ただ日本国内におきましてはわずかではありますけれども増収、トータルで800億円の売上となりました。特に日本の場合につきましてはこの3期の数勢でいきますと、一旦15年3月期728億国内の売上になっておりますが、国内については若干の増収を遂げることができています。海外におきましては、不採算製品 の、縮小、特に外付けハードディスクの縮小によりまして、売上高は2年前の、200億弱から、67億というところまで減少いたしております。バランスシート等、財務諸表につきましては、お手元の決算短信等をご覧になっていただくことで、ご理解いただけると思います。一応ここでちょっとコメントをしておきますと、純資産につきましては減少いたしておりますけれども、これは昨年の12月に開示させていただきました、自社株の、買い入れ、これは枠としまして300万株の決議をさせていただきまして、この3月末の時点で300万株のうち約185万株は取得済みで、また、昨日の段階で210万株のところまで買い進んでおります。で、12月に開示させていただきました自社株の取得に関しましては期限を今年の12月までというふうに決議をしておりますので、まだこの今期12月までをかけて市場の買い付けは進んでいくものと思っております。では、重点取り組みについてもう一度、おさらいを含めてご報告をさせていただきます。私どもちょうど2年前の6月に社長が交代をいたしまして、牧博之社長に代わってからこの2年間新社長のもとに構造改革をもう終結させようというモードでこの2年間取り組んでまいりました。そういった内容としまして、スマホ関連のアクセサリーはこれから伸びることはないでしょうということで、今期末いろいろ不採算の部分をクローズすることを含めてシュリンクをさせました。で、海外事業においても製品のポートフォリオの入れ替えおよびチャンネルの切り替えを含めてトータルとしましては縮小傾向で改革を断行しました。で、ただ経営体質の転換という部分に関しましてはこの今年の3月末の期でほぼ完結というふうに考えております。この辺についても後ほど例えば研究開発費等の増減についてのところで若干コメントは追加して差し上げたいと思います。で、またアパート Wi-Fi を中心としたサービス事業の借り拡大、これを進めてまいりました。で、具体的に3カ年の構造改革の完遂という部分につきましては縮小としましてスマホ関連の製品の整理をしました。で、ただいわゆる PC ペリフェラルというところの製品群、これについてはある程度ロングテールなもの、またプロフィタブルなものは残しまして継続をしてまいります。一方で海外につきましては不採算事業の縮小と撤退ということを進めております。欧州米国の反射につきましてはコンシューマーチャンネルから法人チャンネルへの切り替えということで結果的には販売要因の原因を含めました縮小という進め方をしております。また私ども10年、北京に反社を持っておりましたけれども、この北京での反社の活動も、今休止する方向で進めております。最終的には清算する形になろうと思います。
で、中国の事業につきましては、これまで、バッファローの国内からコントロールしておりましたアジアパシフィック営業部、こちらが引き続き代理店を通した営業活動で、中国もインクルードして進めていく方針でございます。で、経営体質の転換に関しましては、まあ、いろいろ進めたんですけども、やはりロスコスト等々の、削減というのは非常に大きいかなというふうに考えています。まあ、当然売上の規模が下がっておりますので、在庫が効率化、また絶対額が下がるのは当然といえども、まあ、従前100億兆ございました在庫に関しては、80億を切るまでコントロールができていると。また、販管費につきましては、ピーク時、162億ございましたものが大きく削減を実現しております。で、サービス事業につきましては、まあ、立ち上がりのところで、割と、ロケットスタートとはいかなかったんですが、昨年はようやく累計で、500と、5000個まで、事業が伸長するに至っております。まだまだ我々が手をつけていない地域等々多々ありますので、ここについては大きな拡大を今期以降、期待をしています。また、ビッツレンタルといいまして、バッファロー IT ソリューションが、まあ、建設現場なんというのをちょっとフォーカスしているんですけれども、まあ、建設現場というのは、一旦インストールしたものは、いずれは撤収するという形がありますので、そういったことに目をつけまして、監視カメラであるとか、NAS であるとかということをレンタルで活用いただくというサービスを新たに創出いたしております。で、営業利益につきましては、さっき、約まあ8億円の改善をしたわけですけれども、まずマイナス要因からいきますと、やはり、為替、これによって前期から比べても大きな利益のマイナスというものが発生をしております。ただ一方では付加価値製品への切り替えであるとか、またロストコストの削減であるとか、コストダウン、こういったものを踏まえて、まあ、なんとか増益に持ってこれているというのがこの実績でございます。で、ここで注目していただきたいのは、過去3年間の利益の推移を見ますと、先ほど申しました通り3期連続増益というふうに申し上げました通り、2014年から2016年までは増益基調、営業利益につきましても経常利益につきましても一応右肩が上がっていると。また一株当たりの純利益についても、まあ、順調に伸ばしております。まあ、そういった意味では、まあ、いわゆるその市場環境を決してよろしくない中で、売上が頭打ちである状態の中でも、まあ、確実に利益を残せる体質というものに転換は完了したんだというふうに考えております。では、この17年3月期の見通しでございますが、まず内容としまして、増収を計画しておりますが、減益も同時に計画をしております。で、その最大 の、 理由は後ほどもう少し詳しくは述べますが、まあ、一応売上高については、この800億から830億ということで増収を見込んでおりますものの、営業利益につきましては 20% 弱の減益を見込んでおります。で、まあ、その背景のもう一つの理由としましては、為替レート非常にこれ悩ましいところで、この、今年に入って1月2月3月、この今期の計画を策定するにあたって、策定を見直しをするたびに為替のレートが変わっているという悩ましい状況でございますし、また直近のレートにつきましても、この120円というのはちょっと円安に過ぎるかなという印象はあるんですけれども、まあ、ご承知の通り私どもは、ドル建てでの部材の買い入れ金額が非常に多いものですから、まあ、円安で見込むことによって、結果的にこれよりも相対的に円高であれば利益にヒットするということで保守的に見ております。で、また法人向けネットワーク製品とサービスを確認して、サービスソリューションの拡大に注力をしてまいります。これにつきましては一番最後に触れます、まあ、中長期の考え方についても関係してまいります。では内容としまして、まあ、メモリーストレージについては売上を伸ばすことは非常に難しいというふうに思いますが、ネットワークを中心として増収を見込んでおります。で、営業利益につきましては研究開発、また先行投資、こういったものを積極的に行うということを目論みまして、あえて減益という計画を立てております。部門別、セグメント別にいきますと、周辺機器、サービス、これはいずれも増収を見込んでおります。まあ、金融に関しましてはほぼこれからずっと横ばいに近いところで推移するものと思います。
で、800億から830億に至る要因としましては、メモリーストレージ製品については残念ながら減収になるとは思いますが、ネットワーク、また NAS、こういったものを中心として増収を見込み、トータルの830億、前期比 3.7% アップの売上計画を立てております。地域別につきましては、アジア・オセアニア以外は反転する計画を立てております。まあ、日本に関しては実は反転といいましても、割と横に行くという形だろうというふうに思います。海外につきましては、これもほぼほぼ横、800億対830億の30億の増収部分というのは、そんなに大きな振れ幅ではございませんので、内容的な時間、時系列的推移というのは、あまり大きな変化はないという形になります。で、設備投資、喧嘩消極、特に研究開発費というところなんですけれども、設備投資につきましては、この過去4年前、5年前に集中して投資しました IT 投資が一巡をいたしまして、落ち着いた形で4億台、償却金額についても、この数年間の推計通りで6億台ということで、着手するという計画を立てております。一方、研究開発費につきましては、今年度約24億円を見込んでいます。先ほど積極的な研究開発投資というふうに申し上げた割には前期比3億ぐらいしか増えてないじゃないかというふうに思われる部分もあるんですが、実はこの私どもの研究開発費、この4つの数字のところにはそれぞれいろんなファクターが混じっていまして、特にこの30億弱ぐらいに研究開発費を費やした時期といいますのは、実は私どもグループとして研究開発拠点が3カ所ございました。メインは名古屋です。でまた次の準メインは東京、あともう一つはアメリカに置いておりました。そういったところで一応地域別にそれなりのアドバンテージを取るための研究開発拠点というものを形成しておりましたんですが、やはり研究開発につきましては一箇所に集約する方が効率がよかろうということで、この2年間、昨年のこのちょうど1年ぐらい前に完結はしたんですけれども、研究開発拠点の集約を行いました。米国、東京、この2カ所の研究開発拠点のファンクションをすべて名古屋に集中をいたしました。それによりまして、一見研究開発費というのは、減少でしたかに見えるということです。で、しかしこの、23億円今回計画しておりますのは、むしろ、この20億というのが、昨年完結した部分の、研究開発拠点の集約コスト等も含んだところで考えておりますので、実質的には5億近い研究開発費の増加ということに、計画を立てています。ただこの研究開発費というのは実際に、どういった手段でそれを補強するか改善するかによって、ここの金額というのは若干変動はございます。すなわち単にその技術開発をインターナルで行うことによってこのコストを賄うのか、あるいは私どものグループの中では賄いきれない研究アイテムについては外から取り入れる、外から取り入れる場合には買うということもありますから、例えば MA という方法もありますので、その場合になりますとこのコストというよりはバランスシートの方に直接ヒットするような形になろうというふうに思います。ただいずれにしても経費としての研究開発費も、きっちり使いますし、投資としての、研究開発の増強を見込んだ例えば MA であるとかいうことも、積極的に進めていきたいというふうに考えています。このメルコグループのご紹介については特に大きな変動ありますので飛ばします。引き続き、シェアにつきましては、多くの部門で、1位を堅持しておりますということで、ご理解いただければよろしいかと思います。で、中期長期的な経営戦略という内容でございますが、ちょっとイメージとしてというこの捉え方になると思うんですけれども、中期ビジョン、私ども実は社内的にはゲートウェイ 2.0 の構築というふうに言っているんですけれども、IoT の、時代の社会全体でのネットワークを構築するために、大きく言って3つの考え方があるだろうと我々は整理をいたしました。まず1つはホームネットワークイノベーションで、パブリックスペースでのパブリックゲートウェイソリューション、そして、データストレージオプティマイゼーション、
この3つ、これらが重なり合うことによって、私どもが今後グループとして展開する、IoT に関連する事業の拡大に通ずるものというふうに考えています。で、ここでホームネットワーク、パブリックスペース、またデータ、こういったところで食っておりますけれども、実はこの家庭内の Wi-Fi でつながらない、つながりにくいとか、パブリックスペースの同様なもの、またデータもなくなったとかっていうような、いろんな、皆さんお客さんの困りごとというのをどういうふうに解決するかというところに、我々はこれから事業の切り込みをしていくという考えでございます。もう一つ突っ込んで申し上げるならば、私どもメルコグループの特に周辺機器事業における、これまでのビジネスといいますのは、言ってみれば売り切りに近い。つまり、例えばストレージでも売ってしまえば、そこまでと、いろんな故障であるとかということの対応はするにしても、それ以上のサービスの展開には特に切り込みをしていなかったものが、今後はそういったことも含めて深く考えていくと、それでいきますと、単に物売りで、いわゆる売り切りではなくて、売った後もビジネスとして捉えていくと、これを我々の今期以降の事業の考え方の中核にしていこうというふうに考えております。で、またそういったことを皮切りにしまして、私どものコーポレートステートメントを今回変更いたしました。この4月の25日の決算短信におきましても、初めてこの文言を掲載させていただいたんですが、これまで私どものステートメントというのは変遷をしてまいりまして、初期の段階ではパソコンもっと使いやすく、次はインターネットもっと使いやすく、で、この直近の期まではデジタルライフもっと快適にということで進めてまいりました。それに関しまして、今回、これは私どものメルコホールディングスの持ち株会社として、またグループ全体の考え方として、先日の取締役会でこのコーポレートステートメントの変更ということを、正式に決議という形で、オーソライズをいたしました。つなぐ技術であなたに喜びをというのが新しいステートメントでございます。ここはちょっと読み上げさせていただきますが、私たちはこれまでも IT 時代におけるお客様の利便性向上を使命とし、使いやすさと快適さを感じていました。感じていただける商品およびサービスの提供を行ってまいりました。で、そしてこれからは誰もが簡単に、そして安心してインターネットに接続でき、より安全で快適にデジタルデータを保存再生できる喜びを提供していきます。これらの事業活動を通じて理念を共有するすべてのステークホルダーの幸せを実現していきます。こういったコンセプトで、新たなステートメントのもと、メルコグループは新しい展開地に、今期から入ってまいります。こんな感じになります。ここが今までデジタルライフもっと快適になったんですが、これが全体にこういった形で、グループ全体で進めていくということになります。で、最後になりますけれども、先ほどちょっと触れました通り、昨年の12月に自社株の買い入れについて発表させていただいたとともに、今年の2月には改めて私どもの資本政策の基本的な考え方ということも開示をさせていただきました。またこれまで我々私どもは、例えばその安定配当でありますとか、歴年ベースでブレのない安定配当、配当成功、こういったものを申し上げたに過ぎなかったんですが、この2月に発表させていただきましてからなものは、成長への投資と安定した株主還元を両立して長期的な株主価値の向上を目指す。その意味で具体的数字としましては、総還元成功 80%、 これを基準にして進めてまいります。とりあえずここは目標数値というのがチェンジャブルになってこようかと思いますので、当面5期の期間、これを 80% ということで一応目標値としようと。で、長期的な一株当たりの純利益の成長を目指す。ここが一番ポイントかというふうに考えております。以上、この16年3月期の決算の内容および今期の考え方、また中長期についての我々の今後の進み方についてご報告をさせていただきました。中長期のビジョンにつきましては、あくまで今日お話しさせていただいた部分につきましては概念的なものではございますが、今後こういった我々の中期ビジョンというものを具体的な行動計画、事業計画に落とした数値目標ということも並行して検討してまいります。またそういった内容のものが
お話しできる段階になりましたら、なるべく早い段階でご報告をさせていただきたいと思います。以上でございます。